駅のナンバリングを導入します。 JR 西日本は2018年3月より近畿エリアの12路線300の駅に駅ナンバーをつけると発表しました。近畿エリアでは現在21の路線で A から W までの路線記号が導入されていますが、このうち海外からの利用者が特に多い路線で駅ナンバーが導入されます。全部こう分かりやすい感じなんですね。うん、けどね、関西で今まで、路線ナンバーつけて、で今回その路線に合わせて駅ナンバーつけるということなんですけど、駅ナンバーもね、海外からの利用者が多くなったんでつけますみたいな理由なんで、はい、結構ねエリアを比べるとなんか残酷さというかそういうのが見えるみたいなのがありまして結構明確に分かれてるんですか。例えば路線図、確かさっきの図あると思うんですけど、はい、A っていう路線があって、路線ナンバーのね、で A が敦賀から北陸線通って米原通って、米原からずっと東海道山陽線通って姫路越えて、確か上郡と網干まであるんですけど、姫路から先は番号がついてないってことは外国人が来ないねみたいな感じで聞いて そんなことはね、今利用者が多いということだと思いますけど、いやけどね、今の図見ると、あとそれで言うとね、不自然なところとか結構あったりして、路線ナンバーで確かどこだっけな、桜井線かなんかもね、路線の記号はあるんだけど駅ナンバーはないみたいなので、あそこもね結構奈良のいろんなとこ通るよね、あそこいいですよね、とかあったりするしたり、あとはね和田岬に行く線とか、あと大鳥から東羽衣に行く一駅の路線は、路線番号も駅番号も両方ないという感じですからね。東京だとね、ほら鶴見線とかにもちゃんと番号つけられたりするので、そうでしたね、なんか早い物取りじゃないですけど、そういうのもあったりするんで、その辺は差を感じるなみたいな感じがありました。今後増えるかもしれないんじゃないですか、ね、いやけど路線ナンバーももうその今の和田岬と東羽衣はついてないからないと思います。はい